松尾大社。松尾こそ、松野大社。松尾大社は、京都府京都市西京区嵐山宮町にある神社。式内社、明神大社で、二十二社、上七社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。京都市西部、市場通り西端に位置し、東端の八坂神社、祇園社と対峙して鎮座する。元来は、 松尾山、標高二百二十三メートルに残る岩倉での祭祀に、始まるとされ、大宝元年、七百一年に、文武天皇の勅命を賜った、旗の意味き鳥が誕生して、社殿を設けたと言われる。その後も、旗氏により氏神として放祭され、平安慶遷と後は、東の鴨神社、鴨分けイカズチの神社、鴨五祖神社と共に、東のイカ神、 西の猛霊と並び称され、西の王城鎮護者に位置づけられた。中世以降は酒の神としても信仰され、現在においても醸造家からの信仰の厚い神社である。境内は、神体の松尾山の麓に位置する。本殿は室町時代の造営で、全国でも類例の少ない領流作りであり国の重要文化財に指定されている。 また多くの心臓を有することでも知られ、男心臓2区、女心臓1区の計3区が国の重要文化財に、他16区が京都府指定有形文化財に指定されている。その他、神摯を亀とすることでも知られる。社名は古くは演起式神明帳に見えるように松尾神社と称された。現在に見る松尾大社と解称したのは、 戦後の昭和25年、1950年8月30日である。松尾の読みは、公式には、松の、おであるが、一般には、松尾とも称されている。文献では、演起式今後寺元、枕の創始、太平記、兼武2年、1335年正月16日合戦時、お湯天井日記名王8年、1499年、 上等においていずれも、松の、松の音、訓が振られており、能を入れるのが古くからの読みとされる。主祭神は次の二柱。縁儀式神明帳において、松尾神社に座と見えるように、松尾大社の祭神は、古くから二柱とされた。祭神二柱のうち大山食い神大山食いの神は、古事記、和道五年、七百十二年成立や、 仙台旧寺本義において、大年神と、天地下流水姫、雨のノカル姫の愛の子出ると記されるほか、と記されており、比叡山の日吉大社、滋賀県を津市の祭人と同じくする神である。神明の時期は定かでないが、クイ、クよ、クイ、クイと見て、山頂にあって境をなす神であるとも言われる。また、上気に見える、成りかぶらに関連する伝承として、 本朝月領書院の、は志本慶んでは、では、と見える。このような新婚端は、大宮神社や鴨明いかずの神社、鴨御祖神社でも知られる。特に、山城国風土器一文に記される、鴨の竹津海の命のこの玉日売りが川上から流れてきた二塗り。ここでは、おとくに運の平井寺により妊娠して、鴨明いかずの命を生んだという、 鴨モノ氏の伝承との関連が指摘される。上の記述では、鴨モノ氏人は、ハタシの婿、婿として、旗氏と鴨モノ氏の関連が見えるが、両氏は、平安経以前の京都盆地における二大氏族であり、旗氏の入植以前から、鴨モノ氏は当地にあったとおされる。そして、旗氏盆慶長の新婚団は、旗氏により鴨モノ氏の伝承が、都合の良いように取り入れられたものと言われる。 一方で、旗氏と鴨の氏とが隕石関係により連携して祭祀を行ったことが伝承の背景にあるとの見方もある。なお、秦氏と旗氏との関連性については、上記のニヌリーヤ伝承のほか、松尾祭、鴨祭で、青い祭りと称して似た祭祀を行うこと、追われ神事を行うこと、祭王、時子といった巫女による祭祀を行うこと等も合わせて指摘される。 もう一柱の祭人である中津島姫の御子とは、宗形大社、福岡県宗形市で祀られる、宗形三女神の一木島姫の命の別名とされる。本庁が樹領書院、旗志し本形の別条では、として、母新年、天智天皇七年、六百六十八年か、に、胸形、宗形の中部大臣、中都大臣の御社家が、松崎日 日崎神にあもったとする。この、松崎宏については、京都市、松ヶ崎説と松尾山頂説とがある。特に校舎の説では、松尾山頂に残る岩倉、岡見関の存在が指摘され、松尾大社側の伝承では中津島姫命はこの、岩倉降臨したとしている。なお、上記伝承では、大山杭神の記載は見えないことについて、大山杭神の鎮座は周知のことで、 記載の必要がなかったとも推測されるが、詳細は明らかでない。この神が祀られた経緯は定かでないが、宗方の一木島姫の命が、海上死後の性格を持つ神であることから、た氏が大陸出身であることに由来するとする説がある。一方、畑氏本慶長において、畑井美吉や里目が、時女として見えることから、巫女が松尾大社の祭子主体であったとして、 これに由来したと見る説もある。松尾大社は古代からトラ系氏族の旗氏に放載されたことで知られる。旗氏は新王朝の始皇帝の後衛とするゆ月君の子孫を称したことから旗を名乗った氏族で、同様に関王朝の移民を称した綾氏とと共にトラ系氏族を代表する氏族である。同じトラ系の漢氏が東部、倉作りの部、 公人等の技術者集団からなったのに対して、秦氏は、旗人部、神部等の農民集団からなり、これらの人々は、日本全国に分布して古代日本において最も多い、人口を誇ったと言われる。秦氏発見の経緯として、新先生史録によるとまず、秦氏は、山和国のカツラギに定住したという。その真偽は明らかでないが、5世紀後半から末頃に、 なると、山城の地方、後の山城国に本拠を置いたとされ、以後は、山城の地方で、経済基盤を築き、これが、長岡京戦と平安京戦との背景にもなった。山城の地方のうち特に重要地とされたのが、紀伊軍深草と、葛野郡佐賀野であり、紀伊軍の側では、現在も、宇治や城として、伏見稲荷、大こそ、京都市伏見区が知られる。葛野郡の側では、 桂川のクズ大関に代表される治水事業によって開発がなされ、現在も一帯には、宇治屋城として、松尾大社のほか、木島座、天寺住玉神社、大酒神社、宇治寺として、広の高寺が残る。果氏に関する文献は少ないため上に挙げた、神社同士の関係は明らかでないが、松尾大社はそれらのうちで、 最も深海が高く、旗氏のゆかりとして第一に挙げられる神社になる。なお、前述のように、松尾大社祭人の大山国神、中津藤姫命はそれぞれ日吉大社、宗方大社と結びつく神で、もともとは、旗氏特有の神ではなかった、他氏の神の感情とされる。祭人が、旗氏特有でないのは伏見稲荷、大社、木島座。 天マテラ神社も同様で、いずれの社でも、ハタが入職の際に入職以前の祭祀を継承する、形を取ったためと見られている。このように、在地人を尊重、継承する傾向は、ハタの祭祀姿勢の特徴に挙げられる。狂言、福の神によると、松尾神は神々の酒奉行であるとされ、現在も神事に、狂言、福の神が奉納されるほか、主神として、 手造関係者の信仰を集める。その信仰の厚さは、新横に積み上げられた、奉納の小モ村の山に顕著である。松尾神を主神とする信仰の起源は明らかでなく、松尾大社側の由緒ではトライ系氏族の果たしが、手造技術に優れたとに由来するとし、日本初期、有力天皇期に見える、新主公との関連を指摘する。しかし、主神とする確実な資料は、 上記の中世後期頃成立の狂言、福の神まで下るため、実際の、この神格の形成を中世へ移行とする説もある。それ以降は、上京元年、1684年成立の、要修府市、伊原西閣の西閣折止めに記述が見える。社殿では、社殿背後にある冷戦、亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰る風習が残っている。 上古には、松尾山町の岩倉、岡上関で、祭祀が行われたと言われるが、畑志本慶町では、大宝元年、701年に直命によって、畑井美希鳥が、現在地に社殿を造営し、松尾山の岩倉から神霊を道地へ移したのが、創建になるという。また、畑井美吉や里目、千丸目が、時女として奉仕し、さらに、養老二年、718年に、 死やさとめ女の子の旗いみきとがふ、津がふ初めて祝、神職を務めたといい、以後はその子孫が代々崩災するとする。社元創建以前の祭祀については、未だ明らかではない。前述、祭人説のように、松尾大社に関する古い伝承には、大山杭神が鎮座するという、古事記の伝承、宗方の中部大臣。 中津東姫命が鎮座するという、旗志盆慶長の伝承、旗志に加えて、鴨野市も創立に関与したとする、旗志盆慶長の別伝承の三種類が存在するが、これらの解釈には、不明な点が多い。また、大宝元年、701年に社殿が造営されたと、する記事は、イロハーザル衣装、平安時代末頃にも確認されるが、俗に本気の同年記事に、 山城の国くの軍のつくよみ神、神かんば精神、きじまが津なみ、つがし等の神等を中富野氏に急すると見えることから、松尾大社の祭祀についても中富野氏の仁義政策が背景にある指摘される。なお、社殿を現在地に定めた理由も定かでないが、平成26年、2014年3月に本殿背後の樹木を伐採した際に、 巨大な岩肌があらわとなったことから、松尾山頂の岩倉での祭祀に習ってこの巨岩のそばで祭祀を行うことを施行したとする説が挙げられている。創建後の伝承として、後継次第によれば、天平二年720年に王子その称号が許されたという。国史では、延暦三年784年に官武天皇が、 長岡京戦闘当社と特に紙に報告し、その際に両神に十五位下の深海が除せられている。延暦五年786年には十四位下に少女された。平安京戦と後も松尾社に対する朝廷の数形は、続き、国史では、深海が上岸八年866年に小一位、君二等まで少女された記事が見え、 本朝月領では後に、小一位、君一等の極位に達した取る。同じ旗た法放塞者としては、稲荷神社、現、伏見稲荷大社も知られるが、松尾社は、稲荷社よりも二百二十年ほど早く、小一位に達した、表参省。延長五年、九百二十七年成立の、演劇式新名庁では、山城国くの軍に、 松尾神社二座並名神大月寺章かつてニーナとして、二座が、名神大社に列するとともに、月寺祭、愛かつて、祭り、ニーナ祭りで平白に預かた旨が記載されている。二十二社中式によれば、平安時代中期には二十二社の一つとして、上七社の中でも特に四番目に列している。また平安期には、観光元年、千四年の一条天皇の参拝を、 はじめとして、五一条、五祖作、五三条、堀川、須徳、この絵、言葉、順徳ら各天皇から重度にも及ぶ参拝があり、その際には、神宝奉納や祈願があったことが、国史に記載されている。松尾大社には、古代から、車両の寄進が多く、これらの車両は、中世に入って省園化した。文書では、山城国を中心として遠くは、東東海国。 越中国、法棄国まで及ぶ荘園を有していた様子が見える、車両説参照。また、南北朝時代には、室町幕府から、車伝造体の領所として、山城一国の胸別線と、クズの一軍の単線の当てがいを受けた。A61 年、1568年の織田、信長入京後は、車両を、一旦は、足利義政近所の上野秀政に預けられたが、 元気三年、1572年に完付された。天正三年、1575年には、山城国奉行の細川藤高から年貢が安堵されている。豊臣秀吉の治世下においても、淀城主の杉原家継から車両等は安堵されて、いたが、倉入地設定に際して、特分権は限定された。江戸時代には、幕府から千戦78国の主因地が安堵された。 明治維新後は、明治4年1871年5月14日に、近代社格制度において、松尾神社として、官兵大社に列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列しているほか、昭和25年1950年8月30日に、社名を、現在の松尾大社に改称した。現在の宇治国域は、右京区、西京区、 下行区を主とした一帯で、京都市街地の三分の一を占め、個数は四万個とも言われる。六国史時代における松尾神に対する深海、宝女の記録。松尾大社の社家は、古くから旗氏が担うとされる。本庁月領所院の旗氏本慶長によれば、大宝元年七百一年に、旗意幹鳥が社殿を初めて営んだ後、養老二年。 七百十八年に、は井美みきとガフつガフが、初めて宿、法理、新官を務め、囲碁子孫が代々放祭したという。中世には、官主の東屋やや、せいの南家が、新聖を名乗っている。しかし、シャムの実験は、拙者つくよみの中富の系の生きし、のち松室氏が掌握して、同志が松尾社の士官も検体したとされる。 金星を通じて新職は三十三や、神宮寺社層は十数人にも及び、筆頭管主の果たしは、累代三位に除せられたというが、詳細は明らかでない。松尾大社の車両に関して、新昇格直府省によれば、神後慶雲元年七百六十七年に、山城国において二個、神後慶雲三年七百六十九年に、 今場国において二個の、計四個の神風があり、後両国において、各五個が新風されている。また文献によれば、上元七年、八百六十五年には新たに、神田五段と共に、山城国のあたご、木、お徳に、くずの各軍から徳の助長伝が当てがわれた。上元九年、八百六十七年には、神戸二個が追風され、天栄元年、千百十年には、 摂政、藤原忠宗から終わり、備前両国から各国煙の寄信を受けている。以上に見える神戸は後に省園として発達し、中世以降の松尾大社の省園としては、山城国菱川荘、丹波国笹部総、丹波国総伝総、東東海国池田荘、越中国松永総、節国山本荘、後期国崎荘等が、文書に見える。なお。 そのうち統合層については、荘園の下地中分を示す絵図として代表的な、法規国統合層、下地中分絵図が、松尾大社に伝えられていた、現在は、個人所像。近世には、江戸幕府から、山城国く野の軍国山田において933国、西七条、小旅所において145国の都合1078国が、安堵された。は、 松尾山の東山六に位置する。古代には松尾山頂の岩倉で祭祀が行われたが、大宝元年701年に現在地に遷座したとされる。現在の境内面積は約12万坪で、全域が風地地区に指定されている。本殿裏の車窓は極倉の商用樹林であるが、特に鍵カズラが自生して、その分布の北限をなしていることから、 鍵かずらラ自生地として、京都市の天然記念物に指定されている。その他、境内入り口には、京都夫人社長がある。本殿は、公安八年、1285年の消失を受けて、室町時代初期の欧米4年、1397年に再建された後、天文十一年、1542年に、大改修されたものになる。部材のほとんどは、 天文十一年のものであるため、現在の文化財に関する公式資料では、天文十一年の造営とされている。形式は桁雪三県、張間島、一重、日和田吹。屋根は、側面から見ると前後同じ長さに流れており、この形式は、両流作りとも、松尾作りとも称される、独特のものである。本殿は、東表しており、彫刻や文様など随所には、 室町時代の特色が現れている。天文の大改修後は、家営4年、1851年、大正13年、1924年に大修理が加えられ、昭和46年、1971年に屋根吹き、家営等の修理が行われた。この本殿は国の重要文化財に指定されている。本殿の北側には、本殿と並ぶ形で、 神子が建てられている。この神子は縦2軒、横3軒、あぜくら作りで、ひわだぶき。室町時代初期の金剛図では、この場所に仮殿が見えるが、原禄完成期の絵図では変わって、新横が見える。その新横は、文久3年、1863年に、拝殿南側の現在地に移築され、さらに変わって建てられたのがこの神子になる。 本殿には後輩を接して、釣り殿が接続しており、その釣り殿の東に接して回廊が南北に伸び、本殿と神子を囲む。この回廊には三つの門が開かれており、中央の本殿正面に当たる門は、中門、北の門は北新門、南の門は南新門と称される。回廊は板敷きで、釣り殿、回廊、門の屋根はいずれも日はだぶきである。なお、 これらの内釣り殿は、キングオーズには見えない。以上の建物は、開栄四年、1851年の、改築になる。また、回廊の右手奥には、新鮮書があり、献上される新鮮はここで調理される。注文正面にある拝殿は、入りもや作りで、日はだぶき。広場の中央に位置し、大原意識のほか各種神事で使用される。このは、完成期の絵図でも、 同一の様式で描かれている。また、表参道に立つ楼門は桁雪、間口三つ間、張間、奥行き二軒の三軒一個楼門で、屋根は、入り模屋作り日はだぶき。漢文七年、1667年に胸上げされた。高さ約11メートルで大規模なもので、花美な装飾はなくは陽景で古式の楼門である。境内入り口にある鳥居は、 アリス川の宮隆人神道の筆になる額、松尾大臣を掲げる。鳥居には、脇勘定と呼ばれる木の小枝の束十二本が、下げられているが、これは鳥居の原始形式を示すものと伝える。大こそ背後の松尾さんは、古くから、神奈人として信仰された山とされる。その山頂付近は、畑志本慶形町に祭神が降臨したと見える、松崎日を、 日赤神にあたると言われ、かつては、大杉谷に残る、御神、石と称される巨石を岩倉として祭祀が行われたと伝える。大子その社殿背後には、亀の井と称される、松尾山からの湧水の泉がある。この亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰って混ぜるという風習現在も、残っている。 松尾大社が酒の神として信仰されるのはこの亀の意に由来するもので、その信仰により、全国に創立された松尾神の文社は1280社にも及ぶという。亀の意の名称は、松尾大社の真摯が亀であることに由来するとされる。神社文書によれば、松尾神は大井川を遡り、丹波地方を開拓するにあたって、急流では恋に、寒流では亀に乗ったといい。 この伝承により恋と亀が紳士とされたとされる。境内には、小風園として昭和50年、1975年に完成した庭園が広がる。小風園は3種類の庭園からなり、それぞれ、上古の庭は、上古風に岩倉を模した庭園、蓬来の庭は、鎌倉時代風に、蓬来島を模した庭園、極水の庭は、 平安時代風に清流が流れる様を模した庭園である。これらは近代の策定家の重森未霊裁判人の策で、その代表的なものでり、昭和の日本庭園を代表するものの一つとされる。節末社は、節者二社、いずれも境外社、末社数社、内境外七社。中でも、月読み社、一田二社は、本社と合わせて、松尾三社と称され、これに、宗方社、 三の宮社、伊種、社、四大神社を加えた社は、松尾七社と称される。境内社、境外社、五旅所、その他、松尾大社編、松尾大社では、よ読神社境内の五千社を、松尾大社末社と記し、式内社調査報告では、西七条御旅所境内の部五千社、三の宮神社境内の道祖神社も末社に挙げる。また、土月境北詰の大井神社も古くは、 松尾大社と関係があったとされる。4月下旬から5月中旬に行われる新興祭、観光祭は、それぞれ、おいで、お帰りと称され、合わせて、松尾祭りや、松尾の国祭りとも総称される。かつては3月中海に出業、4月上取り日に観光であったが、明治以降は4月下海に出業、5月上取り日に観光となり、現在では、 上期日付で行われる。この松尾祭りは、後継次第によれば、上元年間、859年から877年に始まったといい、演劇式において、祭りの様式が定められている。応仁の乱以後は、衰退があったものの、その後再興を経て現在まで続いている。祭りでは、まず新行祭前日に、拙者つくよみ神社境内の御戦車において、 船と魚の安全祈願を行う。そして新行祭では、松尾七社のうちつくよみ社以外六社の神霊を見越しに、つくよみ社の神霊のみを空つに移し、拝殿を参集した後に、つくよみ社を先頭として、松尾大社を出発する。境内を出た一行は、桂川を船で渡り、河原の最場において、各神に、古例の団子神鮮を献じる。その後神,神社に、 三宮社信用、川勝寺三宮神社に、他御所のみこしからびつを西七条お旅所に移し、それぞれの地で三週間とどめる。次に観光祭では、上記三箇所のみこしからびつが、唐橋の朝日沼森、西寺跡に集められ、赤飯座の特殊神聖を剣じて、祭典を行う。さらに須坂お旅所、松尾総神社に移し祭典を行った後、 松尾橋を渡って本社に到着、拝殿を、周り祭典を行って一連の祭りを終了する。この観光祭は、本殿、老門のほか各五旅所の本殿、神腰、新職の冠、江戸まで葵とカツラで飾ることから、特に、葵祭りと称されている。同名の祭りとしては、鴨分けイカズの神社、鴨御祖神社の葵祭り、鴨祭が有名であるが、松尾祭でも古くから、 青いカツラが使用されたことは、光景次第に見える。平安時代にはすでに、松尾、鴨両社で似た祭りが行われていたことから、両社の祭祀の共通性が指摘されるほか、同様の風習は、伏見稲荷大社の稲荷祭りでも見られることから、これら三社まで広ぐた祭祀共通性も指摘される。なお、上記のように、松尾祭では、三越が西寺跡まで渡御するが、 これに対して、伏見稲荷大社の稲荷祭りでは、同社の御腰が、当時まで都業することが対照的な事象として知られる。このことと松尾大社、伏見稲荷大社の宇治国一揆が千本通、旧平安京須坂王子に、重複を境とすることとを考え合わせ、松尾祭、稲荷祭りの祭礼形態が古くから対照的な関係にあるとし、少なくとも西寺が機能した。 平安時代後期まで遡りうるとする説が挙げられている。所在地、付属施設、交通アクセス、駐車原限定出店、書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。